ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近梅雨入りもしたし、来月には待ちに待った夏の季節、到来だー。いつにも増してテンション高いみたいだな。なんかいいことでもあったか？いや別にないけど、今年こそは、恋人を、作りたい、なと。今年も暑くなりそうだな。ちなみに霊夢は夏といえば何を思い浮かべる？あれ、無視された。なんだろう。アイスクリームとか、海とか、あとは心霊系。おお、心霊系か、奇遇だな。今回はそんな心霊にまつわる話を紹介しようと思っていたぞ。おお、いいねー。でもさ、なんで夏と言ったら心霊なのかな？それは、暑いからじゃないか、と思っていたけど、実際は夏に死者の魂が帰ってくるからだ。どういうことよ、魂？夏にはお盆もあるし、そういったことが関係しているのも考えられるけど。昔、歌舞伎が夏に涼み芝居という恐ろしい幽霊の演目を取り入れたことがきっかけらしいぞ。それは知らなかった。歌舞伎が影響しているのね。ジメジメした夏の季節に背筋も凍るような怖い話をするのが夏の風物詩のような気がするよな。確かに、この季節だからこそ、みたいな感じする。今回はどんな話をしてくれるの？今回は心霊写真、それも本物という声が多く上がっている写真を紹介していこうと思うぞ。心霊写真ね、怖いけど夏を先取りって感じがするからいいかも。よし、じゃあ今回は恐怖の心霊写真トップ20について紹介していくぜ。よし、毛布をかぶりながら聞いてあげようじゃない。霊夢も怖がりなのか、ちなみに閲覧注意だから苦手な人は目を細めながら見るように。目を細めた勢いで、寝落ちしてしまわないようによろしく頼むぜ。うるさーい、最後まで目をかっ開いてみてやるー。それじゃあゆっくりしていってね。今回はランキング順に紹介していくぞ。まず、最初の写真はこれだ。霊夢どこに幽霊がいるかわかるか？ああ、一瞬でわかった。お目目が怖いよ。この写真は1959年にメイベル・チナリー夫人が母親のお墓に訪れた時に撮影された写真だ。車で夫が一人で待っているところを撮影したら偶然、後部座席にメガネをかけた人物が映り込んでしまったらしい。本当だ、何か幽霊って感じじゃなくて普通の人間に見える、けど怖いね。確かにそうだな、でもこの後部座席にいる人物、実はメイベル・チナリー夫人の母親らしい。調べた専門家も反射ではなく、本当の心霊写真だと言っているそうだぞ。にしても、この眼鏡が怖くない。白目でこっち向いているみたい。次に紹介するのはこの写真。これは2014年タイ北部のチェンマイで乱闘している最中に亡くなった男性を撮った写真だ。現場検証のために現役の警察官が撮影したもので、横たわる男性から魂が抜け出しているように見えるな。そもそも乱闘で亡くなってしまうなんてどれだけ激しかったのよって思うけど、魂が抜けて成仏している瞬間がたまたま映り込んでしまったみたいに見えるね。次に紹介するのはこの写真、1891年にコンバーミア図書館で撮影されたものだ。待って、パッと見、どこに映り込んでいるのかわからないね。椅子をよーく見てみろ、左側の椅子に座っている男性の霊がいるのがわかるか？これ幽霊なの？普通に生きている人かと思った。この男性は1800年代にイギリス騎兵司令官を務めた人だ。1891年に馬車で乗車中に銃撃され、亡くなっている。この写真を撮影した時、彼の葬儀が4マイル離れた場所で行われていたそうだ。4マイルだからおよそ6キロメートルくらいね。どうしてこの図書館に映り込んだのだろう。次はこの写真。ちなみに霊夢はシャイニングっていう映画を知っているか？聞いたことあるよ。ホラー映画でしょ？結構古かった気が。そうだ、この映画のモデルとなったホテルがこのスタンレイホテル。このスタンレイホテルは数々の心霊現象が起きていると言われているらしいぞ。この階段の上にいる女性らしき人物が幽霊なの？その通り、宿泊した女性が夜間のロビーを撮影した時に、最初はこの幽霊に気づかなかったそうだけど、そこから体調不良になって翌日写真を確認したら、幽霊が映り込んでいるのに気づいたそうだ。このホテルはガチで呪われている、なんて声も多いらしいな。そんなホテルに、鼻から泊まりたくないね。次に紹介する写真はこれ。アメリカのケンタッキー州にあるウェイバリーヒルズ病院で撮影されたものだ。この病院は1900年代に建てられた病院だけど、1980年に閉鎖している。うわぁ、こっち見てない。でもどうして閉鎖してしまったの？職員が患者に対してネグレクト行為を行ったらしいな。付近も多くの心霊現象があるとのことだ。恨みを持った幽霊が映り込んでしまったのかな？実際に映り込んでいる女性は、当時の男性医師との望んでいない妊娠で自殺をしてしまった看護師。アメリカ国内でも有名な観光スポットになっているらしいぞ。怖すぎるでしょ。でもそんな辛い過去を持った幽霊って、何かを嘆いているように見える。次の写真は2015年にインテルの公式ツイッターで投稿された写真だ。インテルって大きな会社だよね。2015年って最近じゃない。でもどこに幽霊が映って。
左の窓ガラス。真っ白な女性の顔が映り込んでいるのがわかるだろ。真っ白い顔がなんとも不気味だな。やばすぎる。にしても顔が白いこと。次はこの写真。1966年にラルフ・ハーディという牧師の方によって撮影された写真だ。写真の専門家は画像が加工されていないことを証明しているらしいぞ。300年前、ここで階段から投げ出されて亡くなったメイドの女性が映り込んでしまったらしい。ここまで大きく映ってしまうと、写真を撮った本人はいても立ってもいられないよね。まだまだあるぞ。この写真は1995年にイングランドのウェムタウンホールが全焼した時の写真だ。入り口から覗き込んでいる女の子が幽霊とは言わないよね。いや、この少女こそが幽霊だな。1677年にある少女がキャンドルを誤ってかやぶき屋根につけて火災で亡くなった事故があったそうだ。その少女の幽霊ではないかと言われているらしい。もう何かここまで怖い写真見るとさ、映り込むのはいいけどこっち見ないでほしいと思わない。確かに、目が合うのはちょっと背筋凍るよな。じゃあ次行くぞ。ペース早くないかな。まだ10位以内でもないのにすでに怖いんだけど。まだまだこれからだぞー。怖がるのはまだ早い。この写真は見てもらえばわかるけど、日本で撮影された写真だ。小学校低学年くらいの子供たちかな。背後の窓ガラスを見てほしい。真っ白い子供の顔が映り込んでいるのがわかるか。わかるよー。顔の形がなんとも不気味。一緒に混ざりたかったのかな。かもな。原因は不明らしいけど霊感の強い人はこの子供以外にも何人か見えているらしいぞ。よかったー。私には一人しか見えてない。なんといっても皆が持っているお面がまた不気味よね。次はこの写真。この男性、霊夢も知っているだろ。芸能人だ。リューチェルじゃん。でも幽霊映ってなくない？よーく見てみろ。リューチェルの左肘の上あたりだ。小さな女性の顔、わかるか？キャー、いたー。原因はわからないけど、自身のツイッターに投稿した時の写真らしい。本人も気づかなかったらしいな。リューチェルさんに何もなければいいけど。もう10位だ。ここからはもっと用心してみた方がいいぞ。この写真は日本最古の心霊写真。1879年に三田弥一という写真家が撮影したもので、顔にかぶるように女性の姿が映り込んでいる。一目見ただけではわからないけど、よく見ると女性の顔が確認できるね。一説だと、この女性は住職の奥さんではないかって話がある。奥さんはとても病弱で毎日寝込んでいたそうだけど、住職は水さえも与えずに奥さんは衰弱死してしまったとか。ひどいわね。恨みから映り込んでしまったのかしら。そうかも。そしてこの写真を撮影してほどなく、住職も他界してしまったらしいぞ。恨みだ。恨みから死の世界に引きずり込んだのに違いない。どうだろうな。この写真が撮影されたのは、1946から47年頃と言われている。設営場所はオーストラリアにあるクイーンズランド州のとある墓地で、墓地を訪れた女性が撮影したものだ。まさか大きく映っている幼い子供が幽霊な、わけないよね。その通り、出来上がった写真には、墓標に座っている小さな子供の幽霊が映っていた。撮影時に子供がいれば気づいていたはずで、これもやっぱり幽霊なのだろうな。確かに、ここまで大きく映っていたらそもそも気づくもん。次はこの写真だ、霊夢。これは決して3人で撮った写真ではないぞ。だよね、右側の人物は人間じゃない、何か宇宙人に見えない？2000年にマニラで撮影されたもので、半透明で見づらいけど男性っぽいのがわかるな。腕、掴んでない？いやもう100歩譲ってさ、映り込むのはいいとして、掴むのはやばいでしょう。次はこの写真、1936年に撮影されたもので、この写真はカメラマンが撮影したものらしいぞ。イギリスにあるレインハムホールという場所でど真ん中に映り込んでいるのが幽霊だ。白くて何かぼんやりしている。そう、この幽霊は屋敷の住人であるドロシー・タウンシェント夫人なのではないかという話だ。不倫とかが絡んで二人の関係に何かしら問題があったと考えられるな。久しぶりになんか幽霊ってすぐにわかる写真を見た気がする。どれも幽霊かわからないほど鮮明だから。次の写真も幽霊って感じがする写真だ。本当だー。でもこの写真、何回か見たことある気がする。この写真は世界的に有名だからな。撮影した本人もこの存在には気づいていなかったらしい。これまでこの教会付近で心霊現象といった話はなかったらしく、見た目はまさに死神そのものだ。ちゃんと足元まで鮮明に映っているわね。どうして映り込んでしまったのかな？もしかしたら天国に行けていない人の魂を連れ去りに来たのかもな。いや、成仏させてあげてよ。次の写真は心が温まる写真だ。1977年にデニス・ラッセルという人物が母を撮影した時の写真。祖母の背後に写っている男性は12年前に亡くなった祖父だ。ここまで鮮明だと生きているように見えるな。本当だ、生きている人にしか見えない。元気にしているかな？と見に来てくれたのかな？そうかも、守護霊としてそばから見守ってくれているのかもしれないな。心霊写真はすべて恐怖に満ち溢れていると思っていたけど、そんなこともないみたいね。
と、いい雰囲気になったのもつかの間だ。心がほっこりするのは今回この写真のみだ。ああ、すぐにまた怖い写真が出てくるのね。うむ、次の写真は2013年に三重県で起こった中3女子死亡事件が関わっている。背後のミラーに映り込む少女はその事件の被害者ではないのかと言われているのだ。小さいから見づらいけど、よーく見るとこっちに睨みつけてない。そう見えるな、恨んでいるのがよくわかるな。ということでここからはトップ3に入るぞ。気を引き締めないと。第3位はこの写真だ。1950年にアメリカのとある家族が新居に引っ越してきた時の写真。一瞬でどこにいるかわかると思うけど最初は家族もこの存在に気づかなかったらしいぞ。やばいでしょこれは、もう一回言わせて。やばいでしょこれは。逆に見えてない方が不思議だよ。なんで逆さづりなのかもわからない。何かこの家族に訴えかけたかったのかな。真相は謎のままだけど、現在もこの写真は本物だと言われているみたいだぞ。第2位の写真はこれだ。これは2006年に秋田県で起こった事件で掲載時はかなり噂になったらしい。ちなみに殺害した犯人は殺害された児童の母親だった。写真がその母親の子供だったら、一体何を持って写り込んだのだろうな。とても寂しそうに見える、怖いというより悲しいが勝つね、これは。取材陣に何かを訴えているようにも見えるな。確かに、そう見えるね。あれ？というかもう次1位じゃんよー。霊夢、心の準備はできているか？早く、もったいぶらないで、だってどうせ怖いでしょ？もう覚悟はできているわよ。随分、強気だな。じゃあ1位の発表だ。霊夢、悪魔の住む家というホラー映画知っているか？ホラー映画の中でも人気を誇る作品だ。いや別にホラー映画好きじゃないし、でも聞いたことあるな、その映画。ここで起きた事件には海外の超常現象研究家のエド・ウォーレン・ロレイン夫妻が深く関わっている。アミティビル事件の舞台となった幽霊屋敷で撮影されたものだ。普通の人にしか見えないけど、すごくこっち見てない。目そらせなかったよ一瞬。確かに、映り込む少年は実際にこの屋敷で殺害された本人らしいけど、はっきり映りすぎていて心霊写真って一目見ただけじゃわからないよな。うんうん、わからない。この目が白く光っているのがすごく怖いよね。今回は紹介した20枚の写真のほとんどが専門家によって本物と言われてきているけど、実際のところ自分自身の撮影した写真に幽霊が映り込まないと信用できない部分はあるよな。いやマリサ、それは信用できないじゃなくて信じたくないだけでしょ。うるさいぞ、終始ビビっていた霊夢には言われたくないわー。にしても、こんなに鮮明に映られるとこんな人いた？みたいな疑いから入ってしまいそうよね。確かに今回紹介した写真の中でも幽霊と感じさせないほど鮮明なものもあったな。ということで恐怖の心霊写真トップ20を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。